マシュマロ社労士のマジマです。こんにちは。社労士は食えないという情報を発信する人は多いですね。だからこのチャンネルでも過去にそんなことはないよ、社労士は立派に食えるんだよという動画を上げてきました。これとかこれとか。でも現状相変わらずネガティブな発信をする人が多い。まあそらそうですよね。私の力なんて微々たるものだし、こういった動画も最初上げた時にはたくさんの方に見ていただけるわけだけれども、時間が経つと見ていただけなくなりますからね。というわけでアンチテーゼというか、社労士は大丈夫なんだよ、しっかり食えるんだよっていう情報をやっぱり定期的にですね上げていくべきだなというふうに思い至ったということなんですね。というわけで今日もその一環であります。大体がネガティブな情報を散々聞かされると気がめいりますよね。大体そういうことを言う方ってですね、まあ、いろんなことを言うわけなんですけど、要約するとこんなことですよね。一つ、昔ながらの社労士のメインの仕事である 1,2 号業務、いわゆる手続き業務ですよね。これは AI に取って代わられるよ。二つ、レベルが高い知識を持って、レベルが高いサービスを提供できなければ生き残っていけないよ。もう昔とは違うんだよ。競争が激しいんだからね。三つ。社労士って言うといろんな営業方法があるよと。飛び込み、DM、テレアポ、いろいろあるけれども、みんな同じように頑張ってんだよ。で、営業の成果なんて、はっきり言ってまず出ないよ。いくら営業したってお客さんなんかつかめやしないよ。まあ大体この3つぐらいに集約されるかなと思うんですね。ってな感じでね、社労士での開業は、大変だよ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 って言われるわけですよ。これだと、社労士に未来をかけよう、社労士で頑張っていこう、人生作ろうと心に決めた方、強い気持ちを持っている方であったとしても、さすがに気持ちが萎えてしまうかもしれない。いやね、開業が大変なこと自体は事実なんですよ。私だって決して楽だよなんていうつもりはありません。でもね、言いたいことが二つあるんですよ。まず一つ。確かに社労士での開業楽じゃないかもしれない。でも、それって、社労士だけの話じゃなくないですか？他の事業だって同じでしょ？かつては花形であった、エリートであった弁護士さんだって、今はかなり競争が厳しいと聞いてる。他の諸々の資格も全部そうですよね。で、資格ビジネスだけじゃないじゃないですか。どんなビジネスだって同じ。厳しいですよ。だってご存知でしょ？中小企業の8割は5年以内に潰れるって言われてるんですよ。会社作るって大変ですよ。資金いる。在庫も抱えなきゃいけない。人も雇う。たくさんのリスクを抱えて始めるわけですよ。でもうまくいかなくて、辞めてしまう。辞めざるを得ない企業が8割もいるわけですよ。それに比べれば社労士は、元でいらない。一人で始められる。成功してる人もいっぱいいる。と考えれば、むしろ他のビジネスより良くないですか？それをなんでことさらに社労士だけダメだダメだって言うんですか？おかしくないですか？っていうのが一つね。二つ目。そういうネガティブな情報を発信する人って、不思議なことにね、徹底的にネガティブな情報しか発信しないんですよ。悪いことしか言わないんですよね。いやいや、確かにネガティブなね、難しい部分もいっぱいあるよ。だけども、いい点だってあるんだよ。頑張ってれば必ずチャンスは来るよ。そのチャンスを生かすことが大事だよ。さらに、自分で一生懸命勉強してね、新しい市場を開拓したりすれば、可能性は広がっていくよ。そういうプラスの部分、ポジティブな部分については、なぜか一切触れないんですよね。何なんでしょうね。ライバルの出現が怖いんですかね。というわけで今日は、社労士の開業はこんなにポジティブなんですよ、というお話をします。ネガティブな方々の主張を一個ずつ突き崩していきますね。一つ目、1,2号業務、手続き業務は
AI にとって変わられるよって話なんですけど、結論から言うとそんなことはありません。詳細はこの動画を見てほしいんですけどね。簡単にまとめておきますとですね、こういうことなんですよ。 AI ってできてまだそんなに時間が経ってないじゃないですか。だから AI 自体はまだ発展途上で完成されてないんですよ。仮に AI が将来的に完成されて、ボタン一つ押せばあとはもう人間何も関与しなくていい、全部 AI でやってくれるよって時代がもし来たとすれば、これはもうやばいですよね。社労士さん全部仕事を失いますよ。でもそうなったら、それは社労士だけじゃなくて世の中人間がやってた仕事全部なくなっちゃうことを意味しますよね。そしてまさに映画のターミネーターの世界がやってくる。機械が人間に反逆してね、逆に人間を支配してしまう、そんな時代が来ることを意味しますよ。そこまで行くには何年とかそういう単位じゃないですよね。何十年、下手したら100年単位ですよ。さらにそんな人間機械に支配されるの嫌でしょうから、そうなる前に人間なんとか手を打ちますよ。ね、だからそういう時代は来ない。心配しなくていいし、万が一来るとしても何十年先の話だから気にしなくていい。じゃあ現状どうなのかというと、まだ AI は不完全であると。となれば、その AI を使いこなす人間の高いスキルが求められるということなんですね。例えば例を挙げると、給与計算ソフト。一番最初の設定。ここでちゃんとしておけば、月額変更、随時改定ですね。いわゆる月変。これもちゃんと拾ってくれます。だけど、設定がいい加減だと拾ってくれないんですよ。そういうわけで、AI を使いこなすには、一番最初にね、ちゃんと AI に習熟した、法律も全部熟知している人が、きっちり設定する必要があるんですね。これ誰がやるんですかって言ったら、当然、社労士じゃないですか。そういうわけでね、まだ現状、多分向こう何十年も AI は不完全だから、となれば、スキルの高い社労士は当然需要があるよって話なんですよ。だから全然心配する必要はないですよってことで。二つ目、レベルの高い知識を持って、レベルの高いサービスを提供できる社労士しか生き残れないよって主張なんですけど、まあこれはだからね、昔と今は違うよって話ですよね。昔はお客さんが社労士に求めるスキル、レベルがそんな高くなかった。まあ一人号業務、給与計算ぐらいやってくれればいいよ。そんな感じだったわけですよ。で、今はもう時代が変わりまして、高度化して、競争も激しくなったんでね。給与計算とか、手続き業務ぐらいは自分のところでやれるよと。だから社労士さんにはもっと高度な、レベルが高いものを求めるんですよ。そういう意味だと思いますけど、それ自体は正しいと思います。究極的には確かにそうだと思います。だから、社労士試験の受験勉強で得た知識だけじゃ足んないよっていうふうに、そのネガティブな情報を発信する方々は言いたいんだと思うんですけど、でもね、なんていうのかな、一生懸命受験頑張って、狭き門の社労士試験を突破したよ。これからよし頑張っていくんだ。社労士で生きていくんだ。そういう幸運の志を持った人に対して、君が持ってる受験の知識なんか、実務に来たら何も役に立たねえんだよ、ヒヒヒンってね。そんなことを言う必要がどこにあるんですかと思うんですよね。そもそも。あんた何様って感じじゃないですか。そんなこと言ったら、本当にこれから未来に向けて頑張っていこうっていう方々の、やる気を根こそぎ奪うだけじゃないですか。はっきり言って失礼極まりないなと私は思う。実際ね、私実務やってますけど、実務では、はっきり言ってね、受験の知識でね、もうほぼ十分、十二分ですよ。だって受験ってだって、あなたものすごく勉強したじゃないですか。知識、情報いっぱいゲットしましたよね。一般の人たち、もちろん社長も含めてね、あなたが持ってるような情報を持ってないんだから。あなたは生きたデータベースなんですよ。これが凄まじい価値じゃなくて何なんですかって私は思う。だから、実務でもね、知識的にはね、はっきりでも十分と言っていいですよ。そのネガティブな意見を言う人たちが言うね、レベルが高い知識、それが一体何を指すんだか私にはわからないです。いや、あのね、なんていうかな、通常の社労士業務をやるときは、受験の知識で確かに十分なんですよ。だけど、プラスアルファのサービスを提供したいときは、プラスアルファの知識は必要ですよ。例えば、賃金体系の構築、職能給与の制度を作るとかね、
そういう場合、新規体験の構築っていうのは特殊な技術であって、受験ではやらないんで、だからそこは別途勉強してください。それから、働き方改革、ワークライフバランス、などのコンサルをするとき、これも法律論ばっかり申し出したってしょうがないんで、やっぱり現場のね、仕事の効率化って必要じゃないですか。その効率化の技術っていうのは、社労士試験では全くもちろん出てこないから、そこはプラスアルファ勉強する必要がありますよ。でもそれはあくまでもプラスアルファを提供する場合の話であってね、通常は受験の知識で全然十分ですよ。じゃあ、知識は十分としてね、何が大事なのっていうと、これは私の持論なんですけれども、即答力と発言力。これが大事。つまり持ってる知識の量は同じでも、その伝え方ですね。迫力を持って相手に伝えれば、相手の受け取り方が全然違う。価値が何倍にも何十倍にもなるんですよって話なんですよ。即答力については、この動画見てください。顧客に何か聞かれた時に即答できる力ってことですね。全部が全部そうじゃなくても、8割ぐらい即答できないと、はっきり言って現場では役に立ちません。それから発信力。発信力は伝え方ですね。伝え方9割って本があるでしょ？ああいうことですよ。伝え方によって、その情報の価値が全く違ってくるってことですね。いずれにしてもですね、仮に知識が即答力、発信力含めてなんですけど、知識が足りないんだったらば、開業してから一生懸命勉強すら言いたくの話じゃないですか。なのにそれを、なんていうのかな、上位 1% とか 2% とかね、そういった人たちしか生き残れないんですよと。ほとんどの人、試験に受かっただけの人なんて、全くね、箸にも棒にもかかんないよ、みたいな言い方する必要はないんじゃないのかなと私は思うわけです。三つ目。いくら営業したって無駄だよ。まず客なんかできないよ。って人についてなんですけど、あのね、なんでそんなね、0か100かでね、決めつけるのかなと思いますね。どこに根拠があるんだろうなって。だって現実的にですよ、1万人以上の社労士が今全国で食ってるわけだし、それにここ数年で開業して一生懸命営業してね、お客さんいっぱいゲットして成功したって社労士さんたくさんいますよ。私いっぱい知ってますよ。飛び込みの方もいる、テレアポの方もいる。いわゆるまあ通常一般的なね、営業の方法をとって、ただ本当にがむしゃらにやって、知恵も使ってやって、成功した人いっぱいいるんですよ。なのに、ネガティブな意見を言う人たちは、やったって絶対うまくいかねえよなんていう、何の根拠に物言ってんですかと思うわけです。それにね、なんだかんだ言って、世の中どんどん高度化してますけど、人間の基本ラインっていうのは変わんないと私は思っていて、やっぱりね、人って優しいんですよ。だから、開業してね、一生懸命頑張ってる人がいるってことを知ったら、ちょっと手を差し伸べてくれる人がね、必ず現れるんですよ。あ、そっか、君頑張ってるんだね。お客さんできてないんだ。大変だね。じゃあ、ちょっとうちの会社の給与計算からやってみてもらえない？とかね。そういうことを言ってくださる優しい社長に出会えるんですよ。一生懸命頑張って営業もいっぱいやってね、人脈増やしていけば。そういうチャンス、出会い、必ずあります。世の中そんなね、捨てたもんじゃないんですよ。そういう素敵な可能性を全部排除してね、社労士の営業なんかゼロだみたいなことを言うのは納得できない。まあそういうわけでね、以上なんですけど、念ずれば通ず。強く願えば必ず叶う。自己保身のためかなんかわかんないですけど、ネガティブな情報ばっかり発信する人のざれ言に惑わされないでね。ということです。今日は以上。ありがとうございます。どうも。今日の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは現在、2021年の社労士試験に向けての直前講座、法改正講座と白書講座を絶賛発売中です。1本5000円、2本同時にお買い上げいただくと9000円になります。値段は安いんですが、内容は完璧に素晴らしいものをご提供します。詳細は下の概要欄にリンクを貼っておきましたので、リンク先をご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。